衛星の海。かつては美しく常春の海域だったけれど、それはもう遠い過去。今の衛星の海は100年以上溶けない氷に閉じ込められていて、時期に完全氷結を迎え、永遠に失われた伝説となる。私たちに残された時間はわずか。このままでは国が終わってしまう。それでも私を拒み続けるの、海原の海劇。誰しも定められた宿命があります。無駄な努力はおやめなさい。私が選ばれなかったものだから。来客の角笛。こんな時に衛星の海に来るなんて、一体何者なの。こちらにおいで、我が娘よ。このお二方は鈴鹿御前と陰陽師の八尾国。衛星の海に100年も続いた氷結を解いてくれる。いえ、ここを訪れたのはあいつを連れ戻す力を。目的はともあれ、そなたたちには怪劇の力が必要なのです。海原の怪劇は潮汐の力を通し、この美しかった国を氷結から蘇らせることができます。協力してくれればあとは自由に使っても構いません。この者たちが怪劇を引き抜くことができるのかしら。ええ、そう。水地の血筋を持つ者でなければ怪劇を構える資格はないの。あいにく昔行った継承儀式で母上から力を受け継ぎ、怪劇に選ばれたたった一人の姫は儀式の最中に行方不明になった。それでその怪劇とやらは今どこに。私の話聞いていなかったの。私が案内してあげましょう。生意気な女、よそ者に怪劇を引き抜く資格なんてあるわけないわ。私ですらできなかったことだから。この国と一族を誰よりも思っている私ですら。この海を守るのは例の役、あなたの役目ではありません。あなたには私の役目ではない。